というわけで結論インナーズームとエクステンダーがいらないなら RF を変え。 おお世話になっておりますすフォトレシオです、えー、本日はね EF70200mmF2.8LISUSM3 型そして RF70200mmF2.8LISUSM このね2本これどっちがいいのかというね素朴な疑問に <laughs> 答えていきたい私ねかつて RF70200mm の、ね、レビューでね紙レンズと称、えー、えております <laughs> でその時には EF レンズはもう手放してしまっていたので正確な比較っていうのはできなかったんですねただまあ正確な比較はできなかったながらももう迷わず買えと <laughs> 紙レンズであるということをのたまっておりました本当にそうなのか、ね、EF から買い替える価値があるレンズなのかっていうのをね実際にまあこのレンズを使用して比較して検証してみたいと 思いますこの検証に関してはあくまで私が購入し使用しているレンズそして今回ねお借りしたレンズですのでこのこの個体での比較になります。レンズはね現代の工業製品とはいえやはりねどうしても個体差が出てしまう性質がありますのでお手持ちのレンズとこの動画のレンズとね 結果が違うということも当然あり得ますのでこの動画を参考に、ね、レンズの購入をお考えの皆さん満足いかなかったとしてもです、ね、私一切責任取れませんのでレンズの購入にあたっては必ずご自身での判断をお願いいたしますというわけで比較ししていきままょうででは最後までご覧ください外観とスペックの違いをざっと確認しておきましょう。 EF は金属強盗のインナーズームタイプで全長約2 0ンチ三脚座込みの重量が約1 6 5キロ r f マウントのカメラに装着する際はマウントアダプター分重量と全長が伸びますそれに対し RF はプラ強盗でズーミングによって全長が伸び縮みするタイプです全長最大時で2 0ンチを超え EF よりわずかに長いですが 70mm 時では1 4 6ンチ 重量は三脚座ごみで1.2キロと短く軽くなり、金属強盗かつインナーズームによる堅牢性・耐光性に優れた EF に対し、RF は過半性を重視した作りになっていると言えると思います。また、RF 付属のレンズフードは、 フィルター操作用の窓がつくようになりました。その他のスペックは絞りバネ EF8 枚に対して RF9 枚最短撮影距離が EF1.2m に対し RF は 70cm 最大撮影倍率は EF0.21 倍に対して RF0.23 倍とほぼ全ての数値で RF が EF の数値を上回る結果になっておりますただし EF は EF のテレコンを装着することができますが RF はテレコンの使用ができません テレコンバーターの使用もしくは堅牢性対抗性を重視する場合は RF ではなく EF をあえて使うという選択肢も十分ありえると思いますそれでは次に実際の使い勝手画質について見ていきたいと思いますはいまずは最短無限延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  最短無限遠できるかと思います無限遠で広角最短で望遠にシフトという感じになりますね。はい、これが EF でした。ではレンズを交換してみました。RF7200 に交換しました。これが最短ですね。で、無限遠最短無限遠。 最短無限遠最短無限遠最短無限遠こうして見ると EF でも十分速いと思ってましたけど RF めちゃくちゃ速いですね。ほぼピントの移動時間というのを感じないレベルの速さで合掌していると思いますで。ブリージングの性質が EF と EF とね逆ですねただブリージングの量に関しては RF の方が少ないですねまずこれが EF の 70mm でカッティングマットを撮ったあの映像になります多少水平が出てないのはご勘弁ということでえまあこれパッと見た感じでね、えー もうタル型の収差が出ているのがわかると思います DPP の歪曲収差をこれを入れるにしますいつもやってるやつですねああまあ治りましたねはいいきますよ切り入り切り入りということで、まあ、ごくわずかにタル型の収差が見られます RF も見てみましょうかこれが RF の七十ミリ。 です。これもねバッチリタ樽型の収差が出ております。歪曲収差をオンにします。どうでしょうか？あば、びっちりと直りましたね。はい。歪曲の量は70ミ、mm、リで比べるともしかするとそうですね。rf の方が歪みが大きいかもしれないですね。はい、では次 200mm で比べますね。ef の 200mm です。 もうこれもパッと見で糸巻きの収差が出ているのがわかると思いますよいしょはいピシッと直りましたねはいはいこんな感じですまあわずかですようん続いて RF を見てみましょう RF も ごくわずかですすが糸巻きに見えますねただ EF と比べると収まってる感じはしますねちょっと EF よりも Y 曲は抑えてある感じはしますはい糸巻きですけれども EF よりは RF の方が歪みは少ないですねただ周辺高落ちが、e EF RF よりの方があるかもしれれないですすね y 極周差補正を入れま直ったうんごくわずかなので画面をずっと見てないと <laughs> 治ったかどうか分からんっていうのがありますけれどもはい愛局修査補正を入れると戻ります修、まあ、差補正入れなくても、ね、ほとんどわかんないレベルですねこういう方眼取らないと多分気付かないでしょうね まあ、RF にしても EF にしてもあのボディ内のね、修作補正を入れてしまえばあの全く問題ないと。単純にそのレンズの設計、レンズの出場としては RF の方がわずかに優秀のように感じますが、まあ、ごくわずかな差ですね。おそらくデジタル補正を入れていたらもう画質の区別はつかないと思います。はい、では次はね。 画面の解像度を見ていいいきたいと思いますおなじみ東京駅 RF の 70mmF2.8 の 70mm ですね Y ンです。これと比べるのが EF の 70mm ということで画面上はね 4K で等倍になるようにピント部と周辺部を切り出しておきます。 切り出して比較したものを出しておきます。まず、ピントはね。この丸窓に当ててあります。でですね。これま中心部、そのピント部のピント部の精、ね、細感に関してはこれはね。もう区別つかないレベルですね。ただ、うんとね。ごくわずかご本当ごくわずかです。本当ごくわずかですが、ef の方が緩いように見えます。あの、本当ぱっと見で区別はつかないです。 で周辺部を見てみましょうか、えー、この画面左下の窓の辺りをね比べてみたいと思いますどちらの画面どちらの映像も修差補正は全て切った状態で、えー、ご覧いただいておりますが RF の方はねもうこうやって比べるとまず画面周辺部に、えー、色修差がね EF の方は出ています RF も少しちょっと色づきが見えたりするんですけれども色づきの性質というか量としては EF の方が大きいですね3ピクセル分ぐらいずれてる感じはしますもうちょっとあるかなうん対して RF の方は12ピクセルぐらいだと思いますで画面の精細感当然ね中央部に比べると四隅なので解像感はね若干落ちる感じは両方のレンズもする両方ともするんですが解像感の 低下度合いも RF の方が優秀 EF の方が解像感がなくなっているように見えますこれはだから素の素のレンズの性質です参考までにデジタルレンズオプティマイザーをねかけてそして Y 極周差補正もかけます左が RF で右が EF ですで両方とも DLO と Y 極周差補正をかけてありますゆるさみたいなのも,のものも RF はもう完全に消えてますけれども EF もね改善はしてますが若干残ってますね緩さは周辺部の緩さは残ってますで中心部はね本当にもう完全に見分けつかなくなりますね先ほど EF の方が若干緩いって言いましたけれどもあのもうわかんないです DLO をかければ DLO をねかけるとこういう微妙なゆ緩さみたいなものも消えるので おすすめです。め、ま、で、あ、DLO 入れちゃえばもうどっちも分からんという感じかなと思います次に200ミリも見てみましょうかこれ素の画像です修差補正をかけてない画像になりますこれねもう分からん70ミリほどの時ほど中心部の緩さみたいなのはそんなに感じないですねそして周辺部見てみましょうかここはね分かりやすい感じで RF の方がいいですね EF の方は若干 この緩くなっていいるのが分かるがかと思いますただこれだって別に悪くはないですよ。ね、それぞれの画像について DLO と Y 極収差補正をかけてみます。でこれで比べてみましょうか。まず中心部見てみましょう。はい、中心部はね中心部はもうなんか区別つかない。これはもう見分けつけろって言われてもつけられないですね私はね。ピシッとしましまたね EF も あんだけ緩かったんですけれども、周りとぴっちりとしました。ただ、その改造感という点では RF の方が圧倒的に高いですね。EF に比べると画面隅まできっちりと描写しているのは RF ということが言えると思います。作例、最後はですね人物で比べてみたいと思います毎度おなじみ佐紀さんです。 ボケをボケの画像をねご覧いただいてます。左が RF、右が EF ということで、ボケの部分、ボケはね、どっちもいいよね。あのしっかりといい感じでボケてると。これはね、もう正直見分けつかないですね、はい。どっちもいいボケだと思います。うーん、被写体によってはもしかすると差が出る部分があるかもしれないですが、この玉ボケの部分とかも綺麗にボケてますよね。 はい、なので RF はね画像の解像度が上がったがボケが硬くなったみたいなことはなく良好なボケを保ったまま画質の向上につなげているということが言えるんじゃないでしょうか、はい、じゃあついでにピント面見てみましょうかピント面、はい、この目に、ね、ピントが合っています左が RF 右が EF、まあ、どちらも解像度は高い ですねはい、まあピント部は何の問題もないんじゃないでしょうかと思いました、うん、何の問題もないですねうんとね、はい、<laughs> もう絶対区別つかないわともうことね人物の描写に関しては2つのレンズ区別つかないですね僕にはこれね厳密に言うとこれね DLO とかかけると中央の描写がさらに上がったりとかするんですけどこれはもうね絶対動画では あのお見せできないレベルなのでやってみてくださいこと人物の描写で真ん中に被写体がある状態ではその2つのレンズの、ね、差はねちょっと明確に見極めることはできないですこれ何度かこの動画の中でも言ってますけれども寄れるようになっているので RF の方がね RF の方が70センチまで寄れますのでということで言うと大きく映るそしてよりボケる という点では RF の方が、まあ、人物撮影においては、ね、有利な点が多いと言えるんじゃないかなと思いますただ画質単純に画質で比べたらもう分からん <laughs> ということですね、はい、どちらもレベルが高いんじゃないでしょうかすごい簡単ではありますが以上画質について見てまいりました画質に関しては、ね、カメラ内補正を切って比べると RF の方が優秀な部分が多いということはまあ言えるかなと思います でそこがね最終的な画質につながる部分も当然あるので総合的に見れば RF に軍配が上がるかなと思うんですけれども特にね周辺の画質とか DLO なり Y 極周差補正なりっていうのをカメラ内でかけてしまえばあの明確な差をねあの見つけるのはかなり困難なレベルだと思いますのでどちらかが極端に優れていてどちらかが極端に劣っているということはないと実際の AF 速度やそのフィジカル面ですねの性質あとは量産で、まあ、どれ使うかっていうのを決めればいいかなという感じですかねまとめです動画上でねご覧いただける内容に関しては、まあ、だいぶ限られているとは思いますけれどもいろいろと参考になったんじゃないかなと思います RF に関してはねレンズの仕様そしてサイズ重量 AF 速度手ブレ補正など もうそのレンズのフィジカル面ではね確実に RF の方が、えー、上回っていいるるとととうことが言えるとは思いますただですね EF の方にもアドバンテージが全くないかというとそうではなくてその金属強硬による堅牢性そしてインナーズームという仕様によって対抗性がねやっぱりどうしてもズームのズームで、ね、伸びる仕様のこの RF 版に比べればこのウェザーシーリングの部分でも EF の方がね強いですのでそういった極限状態での使用を考えた場合は EF の方に多少分があると思いますでさらに EF にはですね RF では絶対できないエクステンダーを7200はねつけることができます RF はねエクステンダーあるんですけど7200にはつかないんですよねその点、明確に EF にアドバンテージがあります堅牢性、対抗性が重要な方、そしてエクステンダー使用前提の方は EF を選択する、画質に関してなんですけれども、画質はね、両方ともさすがにいい画質をしております。画面中央部の描写は EF も RF もほぼ同等で、解像度も非常に高いですが、画面全域での均質な解像度という点では、RF の方が一歩をリードしております。 EF はは、ね、周辺部は多少甘くなって色周差も出るという傾向が見られます、まあこれもカメラ内のね収、えー、差補正等を使えばもう気にならないレベルになりますのでそういった意味でねどちらが大きく優れているというようなことはまああんまないかなとは思いますけれども比較すると RF の方が画質がいいと言えると思いますさらにボケなんですけれどもボケはね両方とも同じ傾向でどちらも綺麗なボケ 非常にそのどっちが上っていうのはないんですけど単純にボケ量で考えた時に RF の方が5 0センチよりよれますのでそういった意味ではボケ量は RF の方があると RF は EF をね小型化軽量化そして高速化して画質も向上させたということであの RF マウントを使っててよかった。 っていうのが、ね、実感できるる、まあ、スーパーズーパズムレンズととといいうことが言えると思います私もね RF の7200の動画で、まあ、絶賛しておいてちょっとドキドキしてたんですけどやっぱり RF の方が優れていたというのは間違いなかったと。で EF に関してはね自分も昔使っていてこれ以上のレンズねえだろうって思ってたんですけど。 あのー、あったね <laughs> 今から買うならどっち買,買ったらいいですかと聞かれたら迷わず RF を買えと言います、はい。というわけで結論「インナーズームとエクステンダーがいらないなら RF を買え」以上です。<music>